やってまいりましょう。このアクションゲームをやりたい欲が高まってきて、これをやらないではいられない、ついに手を出しちゃいます。まあ、まずはオープニングをじっくりと。あ、どうもアザラシです。喋りがたどたどしくなっている。まああの、まあ、あれだな、皆まで言うなだな。ソニックチームの時点でこれがソニックだということは分かってしまうわ。それにタイトル出してるから、なんかわざわざソニックアドベンチャーですオープニング画面があるんですね。いるかって言ってますけど、まあ見ていこう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 。この島で戦うから、この島で気合入ってるよな。時代を感じさせはするけれども気合が入ってる。まあ、あのやっていく動画の方針としては、ひたすらステージの動画だけ上げていこうかなと思います。ステージのプレイ動画で、まあソニック見たいっていう人がさ、もたもたこのアドベンチャーのアドベンチャーパート見ても面白くないでしょ多分ね。あ、そっか、それはやめとこう。ステージやってるところはステージやってるところで上げて、アドベンチャーでうろろしてるところはうろろしてる部分としてあげようか、パートとして、そういうパートとしてね。だから2つプレイリストみたいなの作って、全編通したやつとステージをバーッと駆け抜けてるやつの 2パターンだけど、メモリーカードを選んでください。へい、これどうっすか、この例メモリーカードですか。ファイルを選んでください。これでいいか、消去、消去しても変わんなくない？変わんないな。さっき結局これのことか。やったことないわけじゃないんですよ、ちゃんとやってます。ソニックアドベンチャーやってます。ちょっと音量大きめでやってやになっちゃってます。キャラクター選んでください。レッツゲッダー、レッツゲッダー。6キャラいますからね、6キャラいますんですけども、6キャラ分全部やるのはおかしいな。どうしよう、どうやっていこう、どうこの動画の方針を固めていけばいいんだろう。まだ何も考えてない。動画開始で3分、まだ何も考えてない。とりあえずこの、まあ、ファーストステージをファーストステージとして、最初のカオス編みたいな、なんかカオスだっけ、違う、カオスだっけ、エッグマン、これはカオスって言ってたかもな。確かにソニックです。喋っている。すごい勢いでパトカーが走ってる。すごい勢いで。なんだ？なんだ？スーパープレイを。というかね、ソニックってちょっとぬるぎり感あるんだよな、やっていくと。普通にやると、それはスーパーマグネチックニューニューみたいなことはないっすよな。本当もう攻略するにさ、ヒーヒー言いながら、そんなことはない、なかったと思う。マグネチックニューニューはもう完全にギブアップしたけど、ソニックはちゃんとできた記憶があるから。打ちまくれ、撃て、打ちまくれ。まあ、明らか水っぽい敵さんにその撃ったところで交代言いながら撃つな。面白そうなことしてんじゃないの。この敵さんまだ何もしてないのに撃つだけ撃ってる。ちょっとガンツを彷彿させるな。危険かどうかもわからない。ウィー、いきなり突っ込んじゃった。あれっす、コントローラー十字キーじゃなかった。十字キーじゃない方なんだった。
アウ。ソニックってのはこのリングを集めて、リングを集めてっていうのはリングを食らう、敵の攻撃を食らうとリングを全部吐き出しちゃうんだけど、リングが1個でもあると大丈夫なんです、死なないんです。ゼロのこのリングがゼロの状態で一発もらうと負けっていうね。高いなあ、あんなとこにいたら当たんないよ、こっち当たんないよ。うーん、しゃー、多分これ体当たり、あう、スピンアタックが多分敵さん効かな。うい、危ない、あ、倒しちゃった。ヘイガーイ、このスコアは一体何に役に立つんだろう。あ、今残機が3になってたな、左下。逃げるのか、逃げるのか。わざわざ雨にしなくていいのにね。晴れの日でよくない？ゲーム的に雨にするのめんどくさいような気がするんだ。やっと見つけたぞ。エフェクト的に究極の破壊神カオスよ。 あんまりついつまってないな。そのこっちのタイルの方は雨が降って、今このカオスのじゃあエッグマンのところに雨降ってないしな、中途半端になってる。だがまあそれもまたよし。ただこのパート1はね、あの最初のステージまで入るところまでをパート1にしようかなと。パート2で初めてステージをやって、ステージをクリアしたら、おいおい落ちるぞありゃ、そっからまたアドベンチャーパートという風な流れでやっていこうかな。まああまりカットとかしたくないタイプ人間なんでね、しょうがないな、タイプなので。テイルス落下、話せる、話せるのか、話せないのか、今話せますか。あ、お、話せた。向こうの階段乗ってた人大丈夫なんですか。ソニックさん、助けに行ってください。そう、リゾート、なんかあの上上がりそうじゃない、頑張れば上がれそうな気がする。こっちなら上がれるのか、こっからジャンプして、えい、ちょっともうちょっと上がれな、よい、上がんない。話しかけるようなあの二人がいるか、あともう一人は誰だい、君は誰、君だな、僕は物知り、いいこと教えてあげる、回るリングは取っておく、これ大事、あ、いたって時もリングがあれば大丈夫、知ってた、あとたまに見える向きが自動で変わっちゃうけど注意して、向かう方向にキーを入れ直す、最初は戸惑うかもしれないけど頑張って、はい了解した。これは何、チョピオン、エメラルドコースト、よくそれだけ、これ行ったらステージ始まるとかしないっけ、ありました、すいません。やっぱり最初のやつもステージ分けられないわ。切るか、ビシッ。